地図アルボラン島は地中海西部のアルボラン海に浮かぶ島である。スペイン本土から約9 0キロメートルモロッコから約5 0キロメートルの位置にある。スペイン領であり、行政上はアルメリア市に属している。アルボラン島は赤みのかかった岩の小島で、島の長さは5 5 0メートル幅は2 9 0メートルである。火山性の島だが、 島の最高峰ですら20メートルほどに過ぎず、ほぼ平らで、島の周囲は切り立った海岸になっている。島内は、スペイン海軍の基地と灯台が設置されている。定住人口は21人で、すべてスペインの軍人である。現在、アルボラン島の行政は、アルメリア市が受け持っている。しかし、島に設置されている灯台は、国際港であるマラガ港が管理している。 アルボランという名は、チュニジアの海賊であったムスタファベンユース・フエル・マグムズ、エドディンがつけた名称である、アルイコール・ボラニ島に由来する。なお、アルイコール・ボラニとはトルコ語で、嵐を意味する他に、野菜を使ったアラビア料理のアルイコール・ボラニアを指す。この島を、彼は一時の隠れ家にしたり、ジブラルタル海峡を通る商船を襲撃する際の足掛かりとしていた。また、後世には、 オスマン帝国がアルメリア沿岸へ攻撃を仕掛ける際の前線基地となった。1540年10月1日にはスペインアルマダ艦隊と海賊の初期の海戦の一つであるアルボラン島の海戦が起きた。1884年5月9日にスペイン王アルフォンソ12世により島はアルメリア県へと併合された。1年後に内戦が終結しスペイン海軍が アルボラン島へ駐屯するようになった。ありがとうございます。